はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。もうすぐ2時ですね。12月は23日の土曜日でございまして、まったりしてます。中濁6度でこの日は20度なんですけど、さっき遅いお昼ご飯をいただきまして、朝食雑誌を送ってもらってね、雑誌を送ってくれるんですよ、メディアがね。それを読んでいて、うわ、もっと読みたいと思ったらですね、ビール系飲料4缶飲んでしまいました。ほーっとしますけど、日が照っているとね、なんかそういう気分になるんですよね。夏はだいたい4缶飲むんですけど、今冬でしょ、冬はねまあまあ、昨日なんか2缶でしたからね。今日は3缶でやめようと思ってふーっとで、もうちょっと読めたいと思ってたらですね、4巻目を言ってしまいました。さて、そのですね、本ばっかり、じゃあ雑誌ばっかり読んでると飽きるんでね、途中でこうスマホのですね、ヤフーニュースを見たりするんですけど、その中で見つけた記事がこれですね。ヤフーニュース、プーチン氏側近プリゴジン氏暗殺に関与か、主力株に爆発物米紙という、これ朝日新聞からの記事ですね。ちょっと読みましょう。ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏が8月に死亡した件で、米紙ウォールストリートジャーナル WSJ は22日、ウォールストリートジャーナルっていうのはアメリカの中ではかなりのクオリティペーパーですよ。そういういい加減なことはあんまり報道しない、という認識で世間から見られています。プーチン大統領の側近であるパトルシェフ国家安全保障会議書記が承認した暗殺だったと報じたプリゴジン氏ら10人が乗ったジェット機は今年8月23日に墜落。ロシア政府は一貫して関与を否定し、プーチン氏は10月機内で手投げ弾が爆発したことが原因だと示唆していた。一方、WSJ、ワールドストリートジャーナルですね、は、ウォールストリートジャーナルですね、は、複数の西側諸国の情報当局者や、ロシアの元情報当局者の話として、プリゴジン氏の暗殺は墜落の2ヶ月前から計画され、主翼の下部に小さな爆発物を設置して実行したと報道。ロシア政府高官は事件の数時間後、彼は排除されなければならなかったとある欧州人に語っていたという。プリゴジン氏の率いるワグネルは6月ロシア南部の軍司令部などを占拠し、モスクワに向けて進軍した。WSJ、ウォールストリートジャーナルですね、によると、パトルシェフ氏はこれ以前からプリゴジン氏の影響力の高まりについてプーチン氏に警告、反乱を暗殺の機会と捉えていたという。WSJ はパトルシェフ氏について巨大な官僚機構のレバーを握っていると指摘。プーチン氏、に極めて近い後継者候補で、ロシアで2番目に巨大な権力を持つ人物だと伝えているということで、この記事は終わってます。このヤフーニュースのアドレスを貼っておきますね。プリゴジンさんという方はですね、ワグネルという、まあ、傭兵部隊を率いていた人でして、なんかようわからん人でしたね。サンストペテルブルグで、確かプーチン氏の故郷ですけども、そこでプーチン氏と仲良くなってですね、最初は屋台の何やったかな、屋台でなんか食べるものを売ってたんですね。でモスクワでレストランを開業してですね、まあ実業家であったんでしょうね。何年間かプリズンにいたという記事も読みました。で、軍歴はないんですよ。私が知る限り軍歴はない。軍歴というのは要は軍隊に所属した経歴はないんですね。つまりズブの素人がですね、傭兵部隊を作ってですね、それがワグネルということで、これがロシア軍の一翼を担ってですね、なかなか強かったと言われています。このプルゴジン氏自体がですね、こう
銃を持ってですね、写真に写っているのをですね、ニュースで見たんですけど、銃の持ち方が素人でしたね。あの銃というのは、なんていうかな、銃を、こういうふうには持たないんですけど、あのプリキュアではこう持ったんですね。銃ってここに銃傷があったとしたら、こう抱えてこう持つわけです。で、こう先でこう弾を撃つというふうにやるんですけど、まあ、うわ、こいつ素人やと思う、僕は思いましたけど、その素人がですね、まあまあ、傭兵集団を率いていて、これがかなり強かったと。なんで強かったのかよくわかりませんけども。で、そもそもプーチンとはですね、仲が良かった、そこからまあ、彼が傭兵部隊を作ったんでしょうけども。で、ちょっと力が強くなりすぎてですね、その、要は、ワグネルに対してロシア軍が適切な補給をしなかったと。いうことに対してかなり不満をギャン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 言うてたわけですね。で、今の時代、その SNS でそれが世界に伝わります。で、うわー、そのプーチン、プリゴジンって、ギャンギャン言うてるやんと、いうことが分かってですね、最後は反乱めいたことをしました。ワグネルの部隊がモスクワに向かったんですね。ところがですね、誰もそれを止められなかった。誰もというか、要はウクライナの前線からモスクワに向かう道筋にですね、ワグネルの部隊をこう阻もうとするロシア軍がいなかったんですね。で、モスクワにはですね、治安部隊しかいないんですね。治安部隊というのは要は警察なんですよ。だから警察の武力と軍隊の武力ってもう桁違いですから。ワグネルの傭兵部隊がですね、車に乗ってわーっとモスクワに向かっていたんですけど、それを阻むものはなかったわけです。まあ、ところがですね、ここでですね、間に立つ者がいてですね、ベラルーシの大統領がですね、プリゴジンに電話をかけて、お前つんなやめとけよって、俺はプーチンの話つける堺と言うてですね、それでまあ、矛を収めた。そのですね、2ヶ月後ぐらいですかね。プリゴジンさんはですね、プライベートジェットでロシア国内を移動してたんですけども、ある日突然、その飛行機がですね、爆発してですね、墜落して亡くなったということになります。そこにですね、プーチンの意思が働いていたかどうかっていうのは当時問題になりましたけども、女も完全に働いていたに違いないやんと思うんですけども、それを確認する記事がこれでございます。プーチン政権になっておよそ20年なんですけども、プーチン氏に苦言を呈したいろんな人はですね、非常にこう不自然な死に方をいっぱいしてるんですね。つまりプーチンはですね、気に入らないやつはプチンとこうやってるわけですよ。もうそれは明らかです。もう国外に逃げた人もですね、毒殺されてますし、この前ですね、ナワヌリというですね、プーチンに対する反体制派の人がですね、刑務所に入ってるんですよ。ドイツからわざわざ帰ってきてですね、自分で刑務所に入ったんですよ。その刑務所内で移動したら居場所がわからなくなって、今はどの刑務所にいるかわからないという状態なんです。プーチンというのはそういう男なんです。自分の気に入らんやつはですね、あっちゃ側に行ってもで構わへんってか行けというふうにですね、その道筋を用意する人なんですね。もうそういうこう邪悪な政治家であって、その邪悪な政治家が今そのロシアという大きな国を支配してるんです。その邪悪なですね思いを遂げようとしてウクライナに侵攻したわけです。それで今ですね、世界中はウクライナをですね支援して戦ってるんですけども、まあなかなかうまくいかないからですね、アメリカではですね、もういい加減やめようや、もうお金もかかるしとか言ってるわけですね。で、アメリカは、そんな言われてもな、こう、バイデンは言われても、ちょっと、じゃあ日本に金を出させようかとか思って今、岸ちゃんに、おい、これ、ちょっと国賓で来いとか言ってるわけですね。まあ、国際情勢というものはそういうですね、複雑回帰なところがございまして、プーチンという、僕ら一般の日本人からすると、こう、考えられないような、横島な政治家がですね、ロシアという大国を支配してですね、かつては日本の政治家である安倍晋三なんかをですね、ちょこまかとごぼがしてですね、やってきたわけですよ。まあ、排除されるべき政治家なんですけども、世の中、ああいう人もですね、ああいう人が権力を握って、それを長らく保持するというのは、世界史を見ていてもですね、いくつもの例があります。
正しいからといってですね、そのプーチンを誰も排除できないというのが現実ですね。はい、このですね、今ヤフーのページを貼っておきますね。まあ、消えますけどね、はい、あのヤフーの一応ヤフーのページを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。